はい、皆さんこんばんは。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 はい、コマチャンネル、本日はキコーナ神戸、かのこ大店から生放送させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ店長も変わりましてですね、はい、新店長ということで、八尾の、元主任で、店長、新店長になりましてね。じゃあ、改めて自己紹介をよろしくお願いします。はい、この度、半月前ぐらいからですね。結構バタバタしましたもんね。はい、このキコーナ神戸、かのこ大店に着任しました。船谷と申します。八尾はね、ふにゃたにさんっていう風に言ってましたけど、はい、こっち神戸方面ってなんかゆかりあったんですか、店長？いや、ね、なんかあまりないような印象やったから、急でちょっとびっくりしたんですけど。八尾の前は今津いましたけど。あ、そうか、まあ、こっちとちょっと違いますもんね、エリアも。いましたけど、さらに山奥にいますね。僻地と言われてる、はい、場所ですけども、ちょうどね、店長変わりまして、まあ、4月の頭ぐらいにね、ちょうど青木店長も異動になったということなんで、まあ、しばらくは、ふにゃたぎ店長が、新店長として、かのこ大ね、頑張っていただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、一緒に自己紹介いっとこう。はい。かのこ大店主任の西畑と申します。はい、お願いします。頭は触れなくていいですね、もうね。頭いい？頭は自分でかぶりたくて。あ、なるほど。もう、どうしてもかぶりたかった。どうしてもかぶりたかった。なるほど。なんかちょっと可愛さアピールなのかな、はい。ちょっとあざとい系のバタコさんということで、よろしくお願いします。自分のこと結構可愛いと思ってますから、ね。可愛い系なんや。はい。さすがにちょっとね、まあ、我々は負けたかなという感じしますんで、ちょっと可愛いバタコさんで覚えて帰っていただけたらと思いますんでね、今日は2人よろしくお願いします。よろしくお願いします。もともとね、2人、八尾で一緒だったんでね。そうなんですよね、もう2年前ぐらい一緒やったそう2、3ねえバトコさんは3年はもうオープンやから2年ぐらい前ですかねじゃあそうですねかのこ大で見かけやもんね、はい、で八尾やもんね、はい、何の巡り合わせかまた再び僻地に、はい、集合ということなんでこちら地元ですよあらしいねなんか戻ってきたって感じですって言ってましたもんね、はいはい、そうです、まあ、店長は全然関係ないということで、はいしばらくはね、このかのこ大の地で、おられますんでね、ぜひぜひ、皆さんよろしくお願いします。できてんの、お二人。そういうわけじゃない。そういうわけじゃないね。合わせられたんですかね。ああ、なるほど。あの二人、ちょっと昔なんか、イチャイチャしてたぞみたいな情報あったかもしれんけどね。よろしくお願いします。じゃあ、お知らせがあるということなので、じゃあ、先に教えていただいてもいいですか。はい。はい、じゃあ、バタコさんにお願いし。チョッパーっぽくやって。あ、チョッパーっぽく。あ、ちょっと、じゃあ、そうやね。引き気味でじゃあやろうか。これですね。ちょっと同じで。ちょっと、あ、確かにそれあるね。壁、はい、壁あれやね。お尻見えてるやつ。顔がちょっと逆パターン。お前、お前は、はい、お願いします。はい、明日4月22日ですね。4月22日、まだ日付、あ、もう変わってるから。4月22日からですね。はい。とスーパー見物語 in Japan 2と、フジコのライトミドルバージョン。はい。あ、マイク遠いね、ちょっと、たぶん。マイク。コウモンちゃまのメガ盛りバージョン。はい。ね、6号機のコウモンちゃま。最新代。はい。稼働開始となりますので、はい。ぜひ、ご来店をお願いいたします。そうですね。フジコはライトミドルになってますけど、今回の海は設定付きということで、2段階設定でしたね、確かね。はい。はい、これは、ここの都民エリア長が、1ヶ月ほど前に、山陽さんに行かせていただいてね、もう信頼動画、実は上がってるんですけど、ね、もう適当な言葉ばかり言うてますんでね、ちょっと本当の海ファンからは刺されそうな勢いですけども、はい、バラエティ要素として、また検索して見ていただけたらと思います。お願いします。はい、あと、かのこ大店、LINE も始めたということなので、はい、LINE の登録者を今、募集中ということで。大募集ですね。ちょっとエリア長とね、だいぶ差が空いてるということなんで、はい、かのこ大の方も皆さん、可愛がっていただけたらと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、今日は、店長、海ジャパン2でいいですかね。はい。まあ、最新台なんで、そうですね。はい。まあ、ヤオもね、結構、海売ってたイメージあったんで、やっぱその辺は引き継いでんねんなって感じなんで、じゃあ、海売っていきましょうか。はい。一応、じゃあ、角と真ん中あるんで、好きな方をじゃあ、座ってもらって、準備できた方から、シダを。からはい、じゃあ、バタコさん、角でいい？どうする？まあ、どっちも角っちゃ角なんやけど、真ん中でお願いします。じゃあ、店長、左でいきましょうかね。はい、じゃあ、準備できたら、シダやっていきたいと思いますけど、これね、確かご当地選択できるんすよね。
ては、近畿で。やっぱり近畿なんや。近畿愛がすごい。近畿で。え、2人とも近畿すんの？なんかね、郡とかがちょっと変わるんやったかな、地方で。選択なししたらどうなるんですか？いや、どうなんやろ、通常なんかな。お前これな。すごい、これな。ちょっと飽きたら、じゃあ、ね、適当に九州とか、やってもらってもいいかなと思います。あ、占いした。逆に出ましたね。じゃあ、はい、セダ行きましょうか。モードはこれ、バトコさん、ラグーンモードでいいの？はい、海で。あ、ラグーン好きなの？海が一番いいです。あ、ね、海モードがいいってことで。これ、3つぐらいあったもんね、確か。マリンちゃんのモードと、あとは何モードやったかな。ジャパンモードですかね。あ、そうっすね。おみこし活動もね、モードとかもいろいろありましたけど。あと、お祭りモードですか。はい。じゃ今回は静岡なってるで。なんで？近畿動かした、もしかして。すべて片方別の地方にしなはれる。でも二人とも選択中。あれでも真ん中押さなあかんのかな。え、でも選択中になってますよね、これ。なってますよ。まさか。なんなんこれ、どういうこと。あれかな、軍予告だけそのあれになるんやったかな。確か近畿地方は忍者が出てくるっていう話やったと思うんですけど。で、多分店長の右下にいるマスコットが多分たこ焼きになってるはずですね。たこ焼きですね。あ、これが多分近畿。近畿って書いてますわ。うん、それで OK だと思いますね。背景は関係ない。お前ジャパンじゃないやん。もう完全にもう趣味に走ってるか分からへん、もう。普通の海になってますね。そうそうそう。まあ海打つときはね、もちろんこの海モードで打つ人も結構多いみたいですけどね。ちょうどその山陽さんで動画撮影させてもらったときに視聴者のね、海あるあるみたいないろいろ聞かせてもらったんですけど、断然海モードで打つ人が多かったですね。なんかあんのかな、それでね。まあ、背景はね、富士山は関係ないということなんで。最初ね、打たれる方、あれ、近畿地方にしたとき、富士山やんって、多分店長と同じ感想を持たれた方は、下のマスコットを見ていただけたら、たこ焼きになってたら近畿になってますんでね、そこだけお間違いないように。これ、全国行くんですかね。あー、春って書いてる。どうなんですかね、全国あったんかな。ただ、大当たり中の、ご当地美女っていうのが出てくるんですけど、それは全国の美女を集めてるそうです。ミスマリンちゃんのご当地みたいなやつか。ミスマリンちゃんももちろんいるんですけど、それプラス47都道府県の中方言を喋る女の子が出てきますね。結構な数いましたけど、トミーが打ってる時でもあの時確か10連ぐらいしたんで、なんか8人ぐらい女の子出てきてましたね。で、どの女の子が好きみたいな話ずっとしましたけど、なんかね、方言で喋ってくれてましたね、そういえば。ジャパンモードだからいろんなところに背景変わるだけかな。富士山を映って静岡って笑う。いや、一瞬静岡って見えるよね。この、バタコちゃんの台も、ジャパンにしましたけど、静岡。静岡ない。富士山スタートになるんですね、じゃあ。日本って書いてます。え、バタコさん、それ、女の子の何、何モード。ウリンちゃんが。ウリンちゃん、あれになってんの、何のマスコットになってんの、それ。これ、日本ってなってます。え、日本多分、選択してないから。あ、なるほど、ノーマルってことか。はい。あ、じゃあ、それにすると、あれなんかな、別に着ぐるみというか、コスプレはしないのね。何の格好なん、それ。着物？着物です。あ、着物、これがスタンダードなんかな。なるほど。はい。信頼楽しみにしてました。出玉がやや少ない感あるけど、レンジャーさせてくださいということで。一応、右打ち、これ、ちょっと大当たり条件あるんですけどね。まあ、ちょっと言い方を、ちょっと難しいんですけど、まあ、加速装置的なもんがついてるということで、ジャパン2もね、高速変動型に、回転数ね、ある程度の回転数を超えたら、なるそうですんで。まあ、その辺は当たってみないとね、ちょっと見れないので、その辺もちょっと見ていきたいところですね。そうですね。そもそも当たるのかと。一応、スペックが何倍だかな。202段階なんでね、設定が。はい。何倍だかな。276から299ですね。もう本当のあれですね、ミドルタイプですね。はい、ね、299だったらね。京都行きましょう、京都。夏は京都みたいです。お。これ天橋立です。祇園祭り？
あるからかな。海っす。楽しんでってや。たこ焼きやからね。ちょっとスペックだけね、見ようか。あとちなみにスペシャルアイマリンタイム、これもこの機械ついてますね、搭載してますね。なんか右に鯉が、鯉飛び払ってますね。ですね、店長補足ありましたけど、設定ね、ハイとローだけなので、ローだと299分の1、ハイだと276分の1、確変割合 60%、 時短が80回ということで、通常引いてもまあ80回は時短ついてるということですね。払い出しが10ラウンド1300ぐらいかな。で、5ラウンドが675、2ラウンド270ということで。で、今回ランクアップボーナスも搭載されてるので、まあ、その辺もね、海のちょっと注目ポイントかなって感じですね。ランクアップボーナス、海初めてやったかな確か。ちょっと歴代の海、思い出せないんだけど。2ラウンド、5ラウンド、10ラウンド。そうですね。あとはご当地は、8地方足す全国版ということなので、ご当地選択がないときは多分全国版になるのかな。まあ、あとはだいたい8地方あるんで、好きな地方を選んでもらう感じで。で、右ウリンちゃんが各地方に合わせたコスプレして、右下に待機する感じですね。普通ね、やっぱたこ焼きの方がいいっすね。かわいい。まあ確かにね、やっぱりご当地のコスプレみたいですよね。あとは魚群が、やっぱり地方で、魚群が変わるんで、北海道だとマリモ、東北だとこれ、生ハゲやったかな。で、関東が、これがちょっとわかんないですけど、歌舞伎の、なんかね、お面かぶった感じですね。で、中部地方が金のシャチホコかな。で、近畿地方が忍者、中国地方が桃太郎、四国が、阿波踊りやったかな。で、九州地方がこれ多分明太子かな。明太子群みたいなの出るみたいなんで。あとはジャパン話もね、あります。なんで近畿は忍者なんですか。三重県はどうなんですかね、ギリギリ近畿地方ですけど。中部とかじゃないですか。でも天気予報どうなんですかね、一応ギリギリ三重ってあるよね。近畿の天気予報入ってるから、そこちょっと微妙なんですけどね。まあ、一応忍者軍になってますね、関西は。だからたこ焼き軍かなとか思ってたんですけど、まあ、前回が確かたこ焼き軍かなんかやったかな、前作のジャパンがね。たこ焼き軍、なんかたこ焼き系のなんか演出やってる気がするんですけどね。まあもしかしたら違う風に作ろうかなって感じだったかもしれないしね。ジャパンって全然行ったことないんで、はい、よくわからないです。ジャパンは前作はあれか、金富士バージョンがあったりとかね、あとユーパチだと桃鉄か、桃鉄とコラボしたりとか。 おちょっと店長の台はチャンス、キラキラしますよ ね、キラキラ。カツオ、カツオ高知かな。一応保留変化等もあるみたいなんでね、ジャパンモードだと、満月和傘っていうかな、なら、魚群出現、三日月の傘だったらスーパーリーチ発展、全然だもんね。で、海モードだとね、泡の、保留だったら、スーパーリーチ、小魚ついてたら魚群出現、お祭りモードだとね、魚群の、花火の保留に魚群がついてたりとか、ウリンちゃんついてたりとか、巨大保留だとチャンスって感じかな。あとはワクワクタイムっていうね、保留8個貯まると突入のチャンスということなんで、まあ、もしかしたらこれね、当たりがもしかしたら入ってたら、特殊保留に変わる可能性ももしかしたらあるかもしれないですね。まあ、今回はランクアップボーナスと多分、高速変動が多分海シリーズの、この海シリーズの特徴になってるっていう風にお話は伺ったんだよね。まあ、その辺ちょっと見れたらなとは思うんですけど。滋賀ですよ。さっきの。滋賀やったんかな。はい。今手元に機種説明資料あるってことで。じゃ補足あったらお願いします。で、右打ちあるのってことで。まあ、右打ちというか高速召喚になるのかな。ジャパンモードだからいろんなところ背景変わるからね。ありがとうございます。299で1300っていうのが残念ということでね。まあ新内機なのでね、どうしてもこういう感じの出玉とかスペックになってはしまうんですけど、ただでも海ってその継続率 60% って書いてるけど 60% じゃないような気もするんですけどね。いやお給味とか時々 85% ぐらいある時ね、え、60% のどこにそんな爆発力があるのってちょっと舐めている時ありますけどね。でもめちゃめちゃ出る時あるから、
私は海の 60% ってあんま信じてないんやけどね。こんばんは。あ、滋賀の甲賀忍者もあります。三重は伊賀忍者。どっちやろね、三重の忍者なのか、滋賀の忍者なのかちょっとわかんないけど、私は三重やと思ってたんやけどね、どうやろう。滋賀やったらセーフですね。滋賀やったらセーフ。三重は三角。三重は近畿じゃないですね。近畿じゃない。三重はやっぱ中部なんすかね。中部、東海じゃないですか。東海になるのかな。天気予報でもギリギリ三重入ってるけどはい、ね、コメントも入れこうかな。山形からこんばんは。いつもありがとうございます。こんばんは。10ドランクちゃん中毒者ですね。いつもありがとうございます。入れ替え現場はチャンス。あ、チャンスかも。リーチかかったらチャンスやでってなってますね。あー、チャンスやで。魚群欲しいな。たこ焼き群みたいですよね。たこ焼きみたいですね。ね、岩手からこんばんは。ありがとうございます。バタバタ。泡しか出んで。おお、なんか大波が。まあちょっと泡予告なんでね、どうなんかなって感じですけど、まあ海のいいとこは泡でも当たりますからね。勝手にノーマルでも当たるし、それがいいところかなと思いますね。海の継続率は舐めたらあかん。いや、わかりますよ、本当にほんまに 60% かって時ありますもんね。大分ね、今日シンフォギアで27連しました。素晴らしい。やったった感あるね、確かにね。ふにゃたにさんでね、300字で自己紹介待ってるんでということで作文やん八尾に汚染されてしまったって言ってますね、はい、あれ、ふにゃたに主任出世したのおめでとうということでね。ありがとうございます。あれ、事例って急に来るんすか、ああいう店長の事例って。僕前出た時には知ってました。あ、もうあの時は出てたんやね、はい、なるほど。でもあれが1ヶ月前ぐらいやったかな、確か。そうですね。まあ準備しとけよみたいな感じなんですかね。そうですね。そんなね、1週間前ぐらいに急に言われてはちょっと大変やもんね。店長上がるときは多分1ヶ月前ぐらい。なるほどね。店長明日移動だよ。もう移動早いな。新店長パンダさんの悪口をお願いします。悪口ですか。はい。いや、会うんでやめます会うんやまあね、会議とかなら出たりますしね。まあでもエリア変わりましたんでね、なかなか大阪と兵庫でまたね、違った分もあるかなと思いますけどね。進撃の青木さんは倒されたんですかということで、進撃の青木さんは尼崎の方に移住されましたんでねはい、移動になりましたね。バタコさんは女好き、男好き、両方好き、どっち。いや、女好きです。女好きちょっと言い切るとこも語弊ありますけどねバタコさんはでもどっちかというと男なんちゃう。あれそうなん。まあ、バタコさんでもね、奥さんおるからね。いい旦那さんやで、前放送では話になってたけどね。適当配信は笑いました。今日は何のチョコでご飯食べるんですか主任店長見てますね。ねえ、前回ちょっと大変そうでしたもんね。めっちゃチョコ食べましたからね僕。あれ、店長だけちゃう、チョコあんだけ当たったん。そうですね。他の人割とねチョコ系は多分ほぼ全部僕が食べましたよ。あれはちょっとほんま言いもた胸焼けしそうな感じでしたけどね。まあでも楽しそうにやってはったからよかったです。それどういうことなんですか店長ちょっと教えてあげてそれはやっぱ見てもらわないと。あ、なるほど。八尾のね、古巣の放送ね。そうそう、あれ面白かったですけどね。そうですね、あれはまあちょうどくじ引きでやるっていうのが良かったちゃいますあれなんですよ、バタコさん、ご飯をね、白ご飯を、くじ引きで引いたもので、はい、それをおかずとして食べるっていう企画をね、はい、八尾でやってたんですけど、まあ、そのくじ引きのおかずの種類がお菓子、駄菓子で食べるっていうもので、はい、まあ、もちろんご褒美の駄菓子もあるんですけど、はい、まあ、ちょっと残酷な駄菓子もあるということで、あれ何が一番ひどいってだっけ梅ミンツやったっけ、何やったっけな。あ、いやでもあいつらただ大げさなだけ、大げさだけやったね。まあちょっと顔が悲壮になってましたけどね、はい、まあ一応佐藤のご飯あれ1キロまではいかんかったかな、お米ね、結構な数あったんで、みんなで食べるっていう企画をやったんですけどね。チョコご飯食べたから店長昇格できたんだよな。あ、そういうことですかなるほど、バタコさんもじゃあちょっとやってみたらなれるかもしれない。じゃあやりましょう。ふみやたき店長、月収65万円になった感想お願いします欲しいな欲しいねそんな夢欲しいな、ほんま。
確かにな。333台かってね、店舗的には小規模になるんかなってことで。333、それが六甲道の話ですね。六甲道の方やね。そうっすね、新店。まあ、あそこ、猪木かな、確かね。まあ、土地も そこまでまあ大きくなかったね、確かに。まあでも、駅前やから、めちゃめちゃアクセスはいいと思いますけどね。JR、六甲道、めちゃめちゃ近かったですけどね。まあ、ぜひ25日か、オープン決まりましたんでね、まあ、そちらのお住まいの方はぜひ旅行道も行ってもらったらいいかなと思いますね。岡山から見てますってね、寝台の海見に来ましたということでありがとうございます。ちょっとね、全国的に4月22日から開店のお店もかなり多いかなと思いますのでね、ぜひ参考に見ていてください。ライトミドルの富士子もあるんですよね。そうですね。どうなるんですかね。まあでもスペックだけ見ると悪くないですよね。継続率も 70% 超えてるし、はい。まあ出玉があれなんかな、2000発あるんでしたっけね、確か2000何発あったかな。そうですね。なんでまあライトミドル、そうですね、ライトミドルで2000発あったらかなり情報もいい方ちゃうかなと思うんですけどね、継続率も 70% あったらね、魅力的な。そうですね、富士子もありますんでね、富士子もあれかな、22日から。あとはまあガンツ2だったりとかね、あの辺もまあ話題の機種になってますんで、ガンツはちょっとうちにまだ次の時ぐらいかな。はい、店長、海老名店のキリン盗みに行きませんか。あ、うちもいますよ、キリン。端っこにね、いますけど。海老名すごいですね。海老名のキリンあれめちゃめちゃでかいっすね。あ、そうなんですか。あれ何メーターやったかな。ほんま、天井つくぐらいでかかったよ、写真。へぇ、2、3メーターあんのかな。写真何枚か見ました、めっちゃ綺麗でしたね。いやーね、1200台でしたっけね。はいはい。まあ、確か海老名はね、グランドオープン、先日されたそうなんですけどね、ピカピカのお店でしたけどもね。あ、冬ソナのユーパチも忘れないでと。そうやね、そうやった、そうやった、設定付きね、22日でしたね。私はそうやね、スーパー戦隊も忘れてたからそっちばっかり考えてましたけど冬ソナはあったね。そうやそうや、ありがとう。バタコさん、偽装結婚してたんか、サウナでの出来事を忘れないでね。サウナ、サウナ、なんか垂れ込み来てますけど。それなんかあった。いや、サウナなんか行ったことないです。キリンなど、サウナ行ったことない。そんなお前、サウナ情報どこない。キリンなのはなんでって言われてますね。わからん。うちは、トミーエリアもね、結構キリン置いてる。あ、多分、聞いた話によると、このエリアはみんなキリン買ってますよ。キリン買ってんねや。あ、じゃあ、店が買ってるってことでいいかな。手名付けてあげてもらえたらと思いますね。そうそう、ちょっと首が横に曲がってんねん言うて、イカダギのね、店長が言ってましたけどね。確かに。ノーマルのウリンちゃんよりたこ焼きのウリンちゃんの方が動きが激しい気がする。まあ、確かに、見てる限りはそんな感じしますね。キリンって言うてね、そんなに好きなの。どうなんやろうね。まあでもあのキリンの、海老名のキリンはほんまにすごいなと思いましたけどね。こんばんはって言ってますね。今日は山形県にないミニストップを、隣の県の宮城県に1時間かけて花見しながら行き、ミントチョコ買いました。え、ミニストップ目当てなんですか、これは。ミントチョコ目当てなんかな。ミニストップのってことは往復2時間ってことですよね。すごいな。美味しかったんかな、わからないけど。キリンの名前なんて言うんですか。キリンの名前やって、カノコダイのキリンの名前なんて言うんですか。キリンの名前ですか。はい、ちょっと来た時にはもういたんでね。あ、そうですよね、もう名付けてるはずですよね。名付けてると思うんですよ。なんかアーク店長が、ほう、私がいなくなるから私の代わりに手足が長いやつっておっしゃってたんで、私は勝手にこのキリンの名前はタマエかなって思いました。怒られるじゃん。じゃあタマエでお願いします。はい、タマエちゃんね、あれはお店の趣味です。うちも買ってるよってことで。へえ、キリンあんな買えるんや。あんな、でもあんな大きいキリンいくらぐらいすんやろうね。見たことないけど、特注サイズなのかな。鹿ちゃうんかいって言われた。キリン、キリンがいますね。鹿ね、僕もそれ思ってるんですよ、はい。あ、そうなんすか、鹿がいい。鹿のコロダイなんで。あ、なるほどな。あと奈良も鹿おったらええよね。
そうですね、ま、奈良は本物おるかあの朝とかおる言ってたもんな、本物が玉江会玉江ちゃんで覚えていってください。多分ここ、こっちにはないけどね、向こう側のあの正面入り口のとこかなに玉江ちゃんおりますんで、トミーエリアの多分キリンはあの名前がね、いろいろおりそうなんで、井川さんにはなんかとマサルにしよう言われとったけどマサルは確か某マネージャーの名前やったら気がするけど、まあ、使っていいんやったら ね、 あの全然マサルさんはいっぱいいますから、他にも使っていこうって感じですけどね。一応バタコさん、これモードあれ何も起こらんけど、もうどうなん、その海挙動ない時ってモード変えるんすか？変えへん、これ。いやー、私基本的に海は沖海だけハイビスカスモードをやるんすよ。あ、そうなんや。一発告知が見たいっていう、それだけ。あ、なるほど、はい、で、それ以外は全部海モードでやるんす。あ、そうなんや。もう、じゃあ大海シリーズとかはどっちかって言ったらもう海ばっかり、ラグーン、海。へぇ、それ祭り？これ祭りっすね。まあちょっと派手な演出ですけどね。これはどっちやったかな。これやった、店長の方のモードがあれでしたっけ、普通の沖縄モードとかと一緒なのかな。お祭りモードが沖縄モードなのかな。どっちやったかな。まあ、これは私のオカルトなんですけど。オカルト、あ、お願いします。海とか欲しいですか。海モードはあのノーマルリーチでそのまんま直当たりすることが多いような気がします。海モードが、はい、なんかオカルト、いや何回もあるんですよ、海モードでノーマルリーチ直当たりが。あの他のモードはあんまりないってことですか。そうです、あの泡とか何も出てないのに、はいはい、よそ見してたらパッて見たら揃ってるみたいな。ああ、なるほど。まあこれももしかしたら海あるある持ってる人はね、分かる人おられるかもしれませんけどね。まあでも海打ってる人はやっぱりあの魚群を呼び出す人上手なんじゃないですか。あの横からね、手でこうなぞったら海出てくるね、魚群出てくるみたいな。いや、これ私これジャッジあるんすか。これあったんちゃうかな、多分。あの一発告知これもあるんで、クジラのね、くるくるくるって回る告知があるんですけど、なんか今回はそのまたとご当地によって一発告知の絵柄も変わるみたいですけどね。エビナのは特注だろうけど、おそらく普通のお店によるミニサイズのキリンちゃんはアマゾンで売ってますよ。アマゾンなんや。アマゾン何でも売ってんな。いくらぐらいするんですか。何もぐらいするんですかね。地味に多分高いですよね、これ。2,3,000円ぐらいすんのかな。クオリティはそんな悪くないですけどね。はい。なんかバタコさんは海のその連チャンするあるあるみたいなのあるんですか。これ来たら連チャンするみたいな。これはついてないですけど、おう、おきゅうみやったら、はい、おきゅうみチャンスから、はい、まあ、大体2連終了っていうのが、はいはい、私の中のオカルトなんです。あるある、はい、まあ、確かにおきゅうみチャンスね、3,4,1 が揃うやつね、はい、2連っていうのは1回だけ。そう、1回おきゅうみチャンスと1回大当たりで終了というパターンがすごい多い気がするんですけど、それを超えると大連チャンにつながるみたいな。あ、なるほど。そのだからあれか、2連の壁を超えたらってことだよね。そうなんです。なるほどな。あのエヴァの暴走モードと同じような感覚。あ、なるほどな。暴走モードもね、2連でそのまま終わってしまうパターンも多いような気がするってことだよね。キリンは5000円ちょっと高え。たまえ高いな。高いじゃん。そう、高いね。え、意外に高いね、5000円ちょっとは。まあ確かにちょっとクオリティいいもんね、あれ。たまえ5000円はどう。たまえ5000円。怒られる。うん、大丈夫、一回は見てないから大丈夫。とか言うて後で LINE 来とったら怖いけどね。気候な多分見かけ店の近くになるんですか、六甲道はってことで。ちょっと離れてますけどね。まあ近いですよ、一番、うん、一番近いっちゃ近いけど、まあでも、見かけはどっちかって言ったら、阪神沿線のね、石屋川とか、あっち側なんでね、新材家からやったらちょっと距離あるんかな。上に登っていかなあかんからね。新材家からでも5分、そこそこぐらいで行けると思うんですよ。行けますかね。はい。
まあ一番近いのはほんまに JR ですからね、目の前になってますんで。キリン、あれ80キロまでの人やったら座れますよ。え、あれ座れんの？ちっこいやつですか？うん、座れるみたいですちょっと座ってみる。たまえに座ってみる。たまえに乗ってみる。そうなんや。5000円でまあまあすんもんね。でもね、メーカーの柄で揃えていくならシマウマとトラも置こうぜ。他に何かあったっけ？柄か。柄。動物っすね。そうやね。ゼブラとトラはあるもんな。あとは？ヒョウ柄。ヒョウ柄？ヒョウとトラでも間違えへんから大丈夫。あと、マニアックなところだとシルバーゼブラとか。それも自分で塗らなあかんやん、色。プラチナタイガーとか。ヒョウって何すか？ヒョウはあの、凶楽のプレミアキャラでしょ。え？あとあれじゃん。あの、キレパンダ置かな、パンダ。しかも普通のバンドじゃなくて切れてるやつだよ。フルーツ柄お願いします。フルーツはもあの盛るフルーツ盛り置いといたらいいじゃん。この辺いちごなんかいっぱいありますよ。いちごいちご狩り有名なのかなこの。あ、ジローいちごってすごい有名です。あ、そうなんや。ちょっと待って、ニローじゃないんで。あ、ニローです。ジローニローなんかジローなんかよく分からないですけど、僕はジローと思ってたらここの地元の子たちがあれはニローですって言って、ちゃんと教えてくれた。そう教わったのに。わたこさん地元じゃないのここ。あの、エセ地元です。エセかよ、はい、熊の実置いてって言われたよね。あ、熊の実やったら2も置いといたらええか。ねえ、キリンの名前は進撃の玉江で決まりましたね。そう、玉ちゃんね。確かにイチゴね、イチゴも高尾さんイチゴあるもんね。他には牛、シマウマ、パンダ、ゾウ、羊、あ、売ってるってことで。パンダ買ってちょっと切れてる風にしといたら、あの、高尾さんのキャラいけるんじゃないの。シマウマもいけるか、ゼブラやもんね。牛柄って、もうでも牛なんかあるんですよ。牛柄昔ありましたよね。あの、エース電源じゃおうだから。鹿や、鹿。鹿は残念ながらないのかな、そのぬいぐるみシリーズは。玄関とかね、鹿ちょっとこう両サイド置いときたいけど、ね、剥製とかでいいんじゃないですか、ね、べちゃべちゃでっかいやつとかに。カノコ台には鹿はおらんの。あ、そうそう、おいないの。いやー、見たことないっす。深夜とか出てきたらびっくりするけどね。蝶々も置いといて。蝶々って何？南国育ちだけ？蝶々。番長にも使える。あ、鹿？あれか、修学旅行行っておうから。そうですね。なるほどな。そしたら京都になるけど、またちょっと違うくなるけど。そんなにあんねんな。確かに。でも、あれよね、クジラッキーやったら、クジラクジラのぬいぐるみとか置いといたらいいかな。クジラッキーやったらさすがにね。わかりやすすぎるもんな。この店の、はい、名前にちょっとずっと来る前から疑問なんですけど、はい、なんか PR とか見たときに、うん、キコーナ神戸店ってあれじゃないですか。ありますね。あれ何なんですか。いや、わたこさん分かる？誰も分からへんって言うんですけど。いや、あれなんか神戸がもともと KOBE やったから、はい、うん、ピリオドがついてるみたいな。え？ KOBE ピリオド、はい、カノコ大典みたいな。謎は深まるばかりやね。これなんやろうな。いや、私も請求書書くときにね、いつも店員のかどうかすごい戸惑うんですよ。神戸店ってあるじゃん。そう。確かに P ワールドは漢字やったけど、なんかローマ字で書いてたよね、神戸って。あ、で、点でついてたから、確かに なんであの神戸だけローマ字なんかなとはずっと思ってたんですけど、タッチ来た。なんか急に二大ともリーチが、やっと、なんか、荒ぶり出した。魚群みたいね、魚群がね。確かに。全く出てないですね。これでも、お祭り、魚群出ないじゃないですか。出ますかね。出えへんのかな。じゃあ、変えとき。魚群出る方がいい。どっか違う地方に行けや。そうやね。赤いクジラッキーみたいのでお願いします。ランクアップボーナス当ててください。お祭りっていうね、図柄がこう揃えばあのランクアップボーナスですね。魚が漬け保留。お、保留変わってる。え、ほんまや。
なん何そのままだと神戸鹿の子になるからじゃないですか。どうなんやろう。神戸天ね。それであれなんかな、もう営業出してんのかな。いや登録。いやなんかいろいろみんな聞こうなってだけなんだ。謎。そのここをできた当時、アウトレットもできた頃だったんで、ちょっとあやかったんですよ。あやかった。どういうこと？神戸プレミアムアウトレットの神戸も横文字なんで。余計謎になってるけど。で店長の台ちょっとあれやね、連続演出みたいな。知らん間にあの冬に行ってますね、背景が。これどこやろ、広島？北海道。北海道か。そうなん？いや、広島でした。おい完全にあの鳥居見て、私、ああ広島かな思ったんやけど、宮島かな思ったんやけど。私、雪見て、北海道って。ただの連想ゲームな、これやないか。そう、どうなのね、これ。私も、でもこれ誰に聞いてもなんか疑問、あの誰もあの納得する答え持ってる人いなかったね。うん、ちょっともやもやしてますね。ね、上層部の人も知らないんですかね。どうなんですかね。あのブロック長とかあの部長ぐらい聞いたら分かるんじゃないですか。立ち上げの人に聞いたら分かるのかな。ああ、そうですね、確かに。答えは誰に聞いたら分かるの。夜中にもやもやしてきた。お前ね、なんかみんなでもやもやを共感したような感じ、共有したような感じだよね。来る前から見て悩むなってずっと思ってたんですけど。でも誰も知らんってことやな。多分青木店長も知らんと思うけど、多分トミーも知らんと思うけどな。多分店舗開発の営業申請出した人が知ってるはず。あ、じゃあ本社のあれかな、開発部の人とかに聞いたら分かんのかな。分かるんすかね。業務中に本社に電話かけてそれ聞く勇気ないっすね。すいません、ちょっとお伺いしたことがありまして、これはもう店長があの全体会議であの本社行った時ワンチャン聞くしかないんちゃいます。会議で会議の時にちょっと休憩時間ぐらいにちょっと神戸鹿ってのがあるから、だから区切ったんだよね。神戸鹿っていうのは何、神戸の鹿のこと、それともなんか地域でなんかあるのかな。分からん、もうますます分からんくなってきた。でもこの辺の地名が全部あれよね、濁点とかその点ついてるわけじゃないもんね。あのピリオドついてるわけじゃないもんね。ピリオドなんてうちしかついてないよ。ね、お客さんに聞いてもそれ分からんわな。逆にお客さんがしてたらすげーってなるけど、はい、できればあの気にせんといてもらいたい。聞かれても答えられない。そうですね。明日以降店長1日1回ぐらい聞きに来たら面白いよね。店長これなんで P ワールド神戸店についてんの。ちょっとあの確認しときます。私では分かりかねますっていう中で、はい、確かに確かに請求書書いてるときは点つけた方がいいんかどうかいつも悩むんやけど、まあいつもはつけてないんやけど。変更承認がそれで出してたら会社がやったんちゃうかなーって思って。ああ、なるほど、書類か。どうなんやろう、隠す占いで縁起悪かったからちゃいますか。1個だけ。そうそうそう、角田博の星とか、あの藤岡弘の点みたいなやつ隠す、いいんかな、つけたら OK、OK なんかな。でもあの店内掲示はあれですよね、鹿の子大店やもんね、神戸なしの、はい、そうですね。どっちなんやろ、過去数占いにしとくか。まあそれの方がまだあの説得力あるよね、確かに。だからちょっと謎っすね。まあなんか誰かが知ってたら、聞く機会あったらちょっと聞いてみますけどね。ちょっと行くたびちょっと聞いてもらっていいですか。意味わかりますよね。も、まあ、元カノコ台で店長をやってましたっていう人がね、もしあの何人かおられたら、そのうちの何人か知ってる人がもしかしたら、知ってるんすかね。知らんかな。知らんかな。なんか知ってる方いたら教えてもらいたい。ねえ。店長は入社何年目で店長になったんですか。今6
8年ちょっと、ね、7年目になりますね。店長はあれですか、中途だった、新卒、あ、アルバイト、アルバイトから、はい、へえ、すごい、アルバイトから7年やったら早いっすね。早いっすか。早くないっすか。結構アルバイトから店長になった人、まあまあ、数的にはそこまで多くないけど、割とアルバイト歴長い店長がかなり多かったと思いますけどね。早くもなく、遅くもなくぐらいかなと。普通ぐらい思ってます。北山マネージャーもね、アルバイトから社員上がってね、そのまま店長になられましたけどね。ああ。多分、バイト歴が結構長かったんちゃうかな。鹿の子温泉と聞いて、ということで。鹿の子温泉ってこれね、近くあるんでしょ？あります。ねえ。地元の人かな、これ。今日ちなみにここ来る前にちょっとドンキに用事あったら、三田の方までちょっと行ってきましたけどね。三田のドンキ。ちょっとなんて言うやろう、外観が地方って感じのドンキで、ちょっと安心しました。ね、まあ、割と街中のドンキってこうガツガツっとしてるけど、こう地方のドンキって感じで、ちょっと安心しました。八尾にもドンキありましたよね。八尾にもありますね、ドンキね。あれ、店から近かったんじゃなかった？近いですね。ね、近いですよね、確か。ほんまや。三田のドンキはかなり助かってますってことで。あれ、入ったらめちゃめちゃ広いっすね。外から見たらそんなに大きく見えなかったんですけど。僕はお前行きましたよ。あ、しかもあそこ結構人多いっすね。なんか車めっちゃ止まってて、さっき。多いっす、いつも。ね、いつ行っても多いっす。めっちゃ人多いわ、と思って。新大阪のツイッターの馬の絵がうますぎるってこと。あ、新大阪といえば試合支店長やけど、あの人は絵はあれやで、殺人級やで。めっちゃうまいんすか。いやいやいや、あの目が潰れるぐらいの。え、馬って何っていうレベルですけど。ちょっと見ていい？じゃあ確認しようか。いやいやいや、これ絶対白石店長ちゃうやろ、書いたん。違う人やろ。いや、ちょっとごめんなさい。新大阪のツイッター確認しましたけど。これは、白石店長じゃないような気がするけどね。ドンキできるまでは、ジャパンしか近くにありませんでした。え、バタコさんはそうなの？そうですね。ジャパンしかない。まあ、ジャパンしかって言ったらちょっと語弊ありますね。ジャパンしか。ジャパンどこにあるの、むしろ。ジャパンはここからだと近く2軒ありますね。あ、そうなんや。近くって言うても近くじゃないですか。まああれか、車はいるか。アウトレットの方には寄らなかったんですか。あ、そうですね、アウトレットの方は行かなかったですね。まあ時間的にもちょっと遅かったんで、私たちはここに目指すだけやったんでね、ちょっとついでにドンキ行こう思って、ちょうど車で15分ぐらいの距離にあったんでね、ちょっと寄りましたけど。この辺の方ってスーパーとか行くときはどうするんですか？なんかあるんですか、近くに。ここの近くはめっちゃスーパーあります。あ、ここら辺はあるんや。はい、マックスバリもありますし。あ、なるほど。マルハチも関西スーパーもあります。めっちゃあるやん。もうね、マックスバリもなんか24時間営業ね、ちょっとだんだんなくなってるからちょっと残念ですけどね。あ、聞かれてることがすごい田舎っぽいっすよ。スーパーあるんですか。そうそう、車じゃないとこの辺ちょっと難しいじゃないですか。歩きちょっと無理やもんね。いや、でも40分あったら大阪にも三宮にも行けるんで、利便性抜群です。車あったらな。これどこ行くにも、もう高速乗らないから。そうやね、確かに確かに中国道。まあ一応あれやもんね、ここ神戸の北区やもんね。ね、でちょっと行った西宮やし、ちょっと行った三田やし、ここまで中間地点ですもんね。鍋再来、鍋やろうぜ。買い物行けるから。ただこの時間スーパーやってないかもしれんけどね。マルハチとかコスモスある。この辺り夜中とかどうしてんすか。仕事終わったら真っ暗っすよ、全部ですよね。私もまだ、玉江さんがお店長の時に配信終わってからご飯行ってたんですけど、どこだっけ、ジョイフル、どっかのジョイフルまで。ジョイフルか、ここっすか。そう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 、どこのジョイフルかちょっとわからんねんけど、もうそこしか空いてへんって言われて。ココスは空いてんの。いや、ココスも2時かぐらいだったんですけど、
今はどうなんかわからない。朝までやってるのがね、ちょっとジョイフルしかなかったんで、ジョイフルでご飯して三田の駅まで送ってもらって帰ってましたけどね。あのもう時間ないですけど、せめて魚群みたいにお願いします。ほんまや、当たらんな今日。まあ言うてミドルやからね、299、ね、うん、ま、299が27だから100も回せてないんでね。そうそう、当たり、まだ、まあ、でもどっちか当たれば。そうっすね、あのバトコさんはこれでも海モードやから今、あの多分本気出してくれると思うんですけどね。でもついこの間私お給みで1243、やめろやめろやめろ。元気は。ああ、それも24回転からはめましたから。いやー、おめでとう。それ4円、4円す。うわー、吐きそう。横で嫁から玉をもらいながら、奥さん一緒やったんや。でもこいつ八百屋行くときはうちに行くとかそんなんなかったの。あ、そうなんですか。見かけ行ってから、もう人からご飯取ったり取ったり。なんでクソ寝とんねん。そうだね、八百屋にいたときはなんかなくなるたんび私言われてましたから。犯人扱いされとった。絶対あいつや、あいつ。でも今でこっちはなんか4円売ったり20円売ったり、なんかイメージがちょっと変わったよね。ちょっとまたこさん、八百屋の時は結婚してなかったよね。八百屋行ってすぐ、割とすぐ結婚しました。あ、そうなんや。あ、じゃあ奥さんも一緒に向こう行ってたの。いえ、単身赴任でした。あ、そうなんや。そうか、ラブコールしてましたよ。ラブコールしてたんや、中への近くなら好きやくらいしか食べるとこないんじゃないですか。あ、この時間やったら。あ、カノコだ。多分僕よりそれ詳しい人ですね。好きやって言ってもね、ボタン、はい、ピンポイントで言ってはんもんね。確かにもう10時、11時ぐらいでもう結構真っ暗でしたね。マリバさん、今日罰ゲーム持ってきてますかってことで、いやー、当たらんかったらなーと思ってたんですけどね。まあでも、バタコさん今本気出してくれてるらしいから。そうなん。いや、本気は最初から本気です。最初から本気やった、ごめんごめん。一応持っては来てるけど、バタコさん意外とモテる？意外とって失礼やけどな。全然モテないです。モテない。バタコさん、でも奥さんは何年ぐらい付き合ったんやったっけ。2年付き合って、うん、もう結婚して丸3年で4年目です。ああ、そうか。もう嫁だけじゃなかったっけ。あ、はい、嫁だけです。え、初めてお付き合いしたん、あの今の奥さん。はい、すごいね。純粋、純粋やね。いや、でもすごいね、そのままゴールインって、なかなかドラマチックというか、なんかでもそういうのも羨ましいけどね。そういえば19日、マイホでエヴァの超暴走確変中に1600ハマっててイラついてた人いました。確変中に1600、1600ってやばいっすね。しかも超暴走でしょ。超暴走、確か確変確率68分の1やけど、1600ハマるって相当やね。そんなことある。そんなことあんの。まあ、あのね、刑事とかね、009とか分かるんですよ、転落確変はね。あ、500分の1ぐらいなんで、転落確率とかやな。すごいな、それ。イラつくっていうか、もうやめたくなるよね。そういえば今日三宮の駅でバスの大きい事故ありましたね。あ、なんかニュースやってましたね。あの市営バス、神戸市営バスかなんかはちょっと追突事故みたいなね。最近ちょっと事故また多いですね。ご高齢者の運転とかもね、結構ニュースになってましたけど、ちょっと気をつけてもらいたいですけどね。とりあえずガラス開けて手入れしようぜ。まあ手入れしても消火時間変わらんからな。はい、まあ、ちょっと一回当ててあれですね、確変入ったらこんな感じかっていうのは分かるけど。ちなみにバタコさんの奥さんも初めて付き合った方なんですか。全然違うでしょ。それは違うでしょ。奥さんはあのバツイチなんで。あ、そうなんや。なるほど、らしいですよ。まあでも今幸せって言ってたもんね、この間、はい、バタコさん料理するって言ってたし。すごいよね。家も買ったんですよ。家も買った。一軒家買ってんな。はい、いやー、いいっすね。
じゃあもうこっちでお家も購入されたって感じですか。はい。あ、そうなんや。そろそろ転勤やまだ来て1年経てないじゃんこの間ちゃうかったっけ、バタコさんって。そうです ね、そんなにまだ半年も経てないぐらい。ねえ、やっぱりこっち帰ってきて、あ、ホッとします。あ、やっぱ近いのはありがたいですね。ありがたい、すごい感謝してます。また次八尾行ってって言われたらどうする。ちょっとしんどいです。ちょっとしんどいやだこいつ見かけ車で通ってた。え、こっから。はい。すごっ。どれぐらい、30分ぐらい。駅が40分で、帰り六甲山トンネル通れなかった時は1時間半ぐらいかかってました。ちなみに白のボロボロの毛ですそれあれよね、遅番で帰って次早番やったらやばいね。ああ、まあ、しんどかったですけど、それでもシフトすごい配慮していただいたんで。あ、そうなんや、はい。それ1時間半かけて帰るってすごいな。下手しいあれやん、加古川とか行けるやん、高速乗って事例、関東転勤バタコさん、奥さん年上ですか。年上です。年上、はい、らしいよ。いくつ上、いくつぐらい上なの。5つ。あ、5つ上なんや。姉さん女房ね。当たりは見せるまで放送お願いします当ててくれ、当ててくれ北六甲有料道路使えば三の宮までは早いんですけどねと言われてますね。それが一時夜使えなかったんですよ。なんか工事とか ね、ああ、これが使えへんからってことかな。そう、その使えなかった時期は本当にしんどかったです。どれぐらい使えなかったの。半年以上使えなかったですよ。その間帰り1時間半かかってたの。まあ、1時間半はちょっと盛りましたけど。持ったんかよ。はい、まあでもそれぐらいかかるときは。ああ、そうなんや。御影ほんまにまあ三宮寄りというかね、本当に下の方やもんな。マイク取れてるわ一生懸命喋ってるけどマイク取れとるわ。なんか怪しいなと思ってたけど。そうか、今日は帰れ待てんだったから。バタコさん可愛いからね。年上なん分かる。店長、バタコさん可愛い説出てますけどあざとか悪いんでいいかな。ちょっとチョッパーの、まあ、チョッパーの帽子はかぶせたんですけど、はい、かぶせたらちょっと怒ってましたか。怒ってたんや、嫌やったんや。いや、思った以上に帽子かぶれなかったんであ、全然入らへんや。ちょっと浮いてんもんね。そりゃそうですよって。あ、キレられた。怒ってました。申し訳ございませんでした。あ、頭でかい。頭でかい。どうなんやろ。でもそれ浅めなのかな、もしかしたら帽子ね。いや、これ帽子のサイズは普通やと思うんですけど、頭でかいんで。めっちゃ勇士や、帽子。ちょいちょいそういうアピールしてくる。頭でかいね。小学生の時に小学生サイズの野球のヘルメットをかぶれなかったんで。それはどうしてたの。1個だけ私専用のでかいのありました特注それでも後の人使われへんよね、もう小学生やったら。時々ない時あったんで。あ、使ってる人いたかな。誰やみたいな感じだった怖い怖い。あ、そうだよ、頭そんな大きいんよ。はい。じゃあ、あれ、あの帽子はじゃあ店長は普通にかぶれるってことだから。多分かぶれると思う。ほんまそうなんかな。まあでも似合ってるからいいんじゃないですかね。それ売ってんすか、帽子。これ何なんですかね、事務所に来た時から置いてないの。あ、そうなんや、はい、誰の私物や。いや、わからないです。使うのはまあやっぱこういう時かなと思って。なるほどね。まあね、前の八尾でもパンダかぶった変な店長いましたからね、はい、確かにおったね。事務所にパンダ置いてました。置いてましたね。あれ、あれっすもん、寝屋川南で置きっぱなしのやつ持って行ったからね。ほんまに吊るしたったもん、パンダの頭が。あずまさんか池田さんにお願いすればちょうどいいの来るよ。ああ、あの二人ね、頭でかいしね、顔でかいからね。確かにくれるかもしれない。中身は全然って。どうなんやろね、このチョッパー青木店長のやつじゃないよね。青木店長なんかワンピース好きみたいな、なんか言うてたような気がするから。そうなんですか。うわ、なんかチョッパーのスタンプ、ラインスタンプよう使ってはったような気すんねんけどな。あ、そうなんですか。なんかね、あ、ちょっとチャンス来た。
何かが起こるかも。何かってなんだ。今一応これ三日月保留です。あ、本当。うわ、スーパーリーチは濃厚かな、じゃあ。魚粉頼む。あー、わか。その上にもなってないんで厳しいですね。これハートの目やったらプレミアでしたっけ。そうですね、ハートはプレミアっすね。うん、指示をお知らせします。あんまなくなるで。ふわっとした予告だなぁ。何かが起きるかもやからね。期待してとかじゃないからね。いやー、まあ海やからね、通常はまあこんな感じですよね。あの演出的にはね。ただ本当、過去編入ってからがね、かなり、変わってるそうなんでね。まあ今日そこまでちょっとお見せできるかちょっともう不安でしゃあないですけど、お見せできない時はトミーウェスカーの、海動画上がってますんで、そっちでご当地美女について語ってますんで、そっちもぜひ見てください。ウリンちゃんチャンスやでーって言ったのにリーチかからないのね。かからんかったね、確かに。チャンスはチャンスじゃないんですよ、きっとやっぱね。おりんちゃんが出てくれます。おりんちゃんな、メーカーちゃうけどいい？玉江が出てきたらプレミア。まあ、青木店長もね、海好きらしいですけどね。クジラッキーかわいいかわいい言うてたから。ただ、打つかどうかはわからんみたいなのは言うてられましたけど、ね。玉がなくなってしまいました。お前、誰や、3箱ずつでいける言うてたん。2箱しか用意されてないな。玉、うん、をちょっと作ります。じゃあこの間に店長が、ああ玉がもうなくなるなくなるよっていうオカルト。なくなるぐらいに当たるやつですか。そうそう、もう最後のあの何玉とか、ね、かそう、あれ怖いっすよね。ウェスカー出てこなくなっちゃったね。まあ正直エリアマネージャーね、やっぱ時間合わないんでね、なかなか。なんでまあそういう今後は信頼の信頼をトミーが売ってみた的な動画の方で出てもらえたらいいかなと思いますけどね。マネージャー忙しそうですよ。まあトミーエリアもね、店長だいぶ変わりましたもんね。3人変わったんだから。あ、変わったエリアですか。はい。あ、そうですね。ね、店長もやし、あと、はい、アボシもやし。そうですね。あと姫路、ね。あ、そうや、姫路や。姫路は酒井店長になったしね、あぼしは大和店長が移動になりましたんで、はい、こんなに一気にエリアの店長変わるのもね、ちょっと珍しいかなと思いますけどね。当たるまで帰れないからね、魚群見してね、お願いって。ツイッター見るとすごく忙しそうですよね、ってことでね。スペシャルアイマリンタイムまで28分ですよ。そう、じゃあそれまでに当てたいね。28分までに当てたい。そうそう、今回 RTC が一応、2時間に1遍やったかな。3時間に1遍か2時間に1遍、ね、だいぶ長いっすね。そうそうそう、あるんで。でも RTC は絶対あんねんなと思ってね言ってたんですけど、まああとはね、ちょっと働き方改革等も入ってきましてね、なかなかちょっと昔の放送みたいにみんなでわーっていうのがちょっとなかなか難しくなるかなっていうところはあるかな、ね、シフトが合わないんでね、みんなこの店やったら多分大体2人か1人で、他役職も多分出たがらないんで出て ずっとこのメンバーですよ。前もだからね、バタコさんとね、店長やったし、その前が女性のね、スタッフさんがおったんですけどね、はい、そうそう、あ、帰ってきたね、お帰り。だから、マイク遠い。あ、大丈夫、大丈夫。マイク入れた。ちょっと玉のね、音が入ってたから。トミーを放送に呼んだら一流店長になれる。いや、トミーを放送に呼んだら放送事故にしかならないよ。逆に大変ですけどね、こっちはね。まあまあ、トミーに関しては、まあ、気が向いたら放送出るわとか言うやろし。まあ、何ヶ月かに一遍はそういう信頼のトミーが売ってみたよ動画も出ると思いますので、それを気長いお待ちいただけたらと思いますね。まあ、来月は一応ね、このトミーエリアは加古川と姫路が放送あったんでね、まあ、みんな大好き森重樹さんと、まあ、姫路はちょうど店長変わったところなんでね、酒井店長が多分出るんじゃないかなと思いますんで、ま
姫路もね、みんな店近いからもう姫路も合同でやったらいいと思うんですけどね。もう僕だけですよ僻地やもんね、はい、あとあのイカだけもどっちかやったらちょっとあの仲間外れみたいな。なるほど、距離が遠いからね、どうしても。もうせめてもうちょっと近くに。そうですよね。ねえ、もう1店舗ぐらいね、中間地点みたいなあったらよかったな。サクッとなんか聞きに行ったりとかできないじゃないですか。そうだよね。ちょっと行くのもちょっと1時間ぐらいかかるよね。どこもないですからね。すごい。鹿の子内から一番近い店でどこになるんですか。伊賀谷か、はい、宝塚の方が近いんですか。あ、そっか。高速乗ったらそうですよね。横やもんね。下道でも行けんのか、一応。行けます。行ける？遠いな。30分ぐらいで行けます。あ、そうなんや。30分か、でもそれでも30分かかんねんな。案外ね、あのっちのほんまに神戸中とか あっちの方は近いかもしれへんな。加古川とか辺に行くよりね。そうそう、他のエリアと違ってね、この都民エリアは割とあの範囲が広いですよね。で一回あの去年かな、あの網走がグランドオープンする前にあの網走であの放送エリア集結やったんですけど、青木店長とか大変そうでしたもんね、来たん遠かったし。そりゃそうでしょうね。そうそう、森店長もね、加古川やけど足がないから言うて姫路から送ってもらってたもんね、網走まで姫路にね、集合してみんなで来てたもんな。宝塚ファミリーランド行こう。もうなかったんじゃなかったっけ、宝塚ファミリーランド。ないですね。ねえ、もうねえ、かなり前だと思いますけど。この辺やったら今なんなんやろ。やっぱアウトレットの方があれなんですかね。こう有名なんかな。一番有名なのはアウトレットですね。ねえ、サンダロン方とかね。次は。次有名なとこですか。そうそう、鹿の子台というか、まあ、この北区っていうのかな。フルーツフラワーパークとか。 あれ近いんやな。すぐそこです。まあ観光地って言ったらいいんですかね、あれも。そうですね。なんかよくバスでね、あのツアー行くときそこ通るの多いですけどね。巡回するトミーの方が辛い。いや、大変やと思いますよ、ほんまに。まあ、1日で8店舗回るのは、まあ、なかなか厳しいでしょうけどね。まあ、福崎も行かなあかんしね。はい。本社も本社で遠いですし。まあ、そうですね。あと、確かに。アボスとか。アボス、死にますね。大変やと思うんですね。しかも、夕方のめっちゃ混む時間やったらもうやばいですね。バイパスとかも、渋滞ですね。そうやね、意外に交通の便がそんなに良くないもんね。高速も混むし、電車も夕方やったらもうラッシュやしね。トミー本社嫌いやんかよくご存知いや、あの本社で住む用事をトミーが嫌だっていうことでわざわざ姫路駅前まで私呼ばれましたからね。小1時間で帰るっていう、ほんましんどかったけど、ね、何も起きない。店長ボタンで漁具を早う。あのね、もうこっちあの配信的にはもう始まって5分ぐらいですぐ漁具出て当たったバイバイで終わりたいはい、ただがしかしですよ、これがリアルなんですよ。いやでもそろそろですね。もうまあ言うてあの確率ボンボぐらいそろそろ行きそう。いや、あのバタコさんさっき言ってたんやけど、そのアイマリンタイムがあと多分20分ぐらいで始まるから、ちょっとそれまでに当てたいねっていうちょっと話をしてたんですけどね。いや、マジで当ててほしい。まあでも海って何もない時こんな感じちゃうめちゃめちゃまったりするよね。そうですね。うん、無にそういうのがね。そう無になります。無にね。そうそうそう。バタコさんはあれ、初っ端からも海を打てる人なんですか？あ、全然いけますよ。あ、いけるんや。結構視聴者の人とかに聞いたら、海打つときはやっぱりちょっと癒されたいときというか朝一からね、来てボコボコにいろいろやられて最後は海かなっていうパターンが多いみたいなんですけど、バタコさんは朝一からいける？普通におじいちゃんとおばあちゃんに混ざって海打ってますよ。あ、いけるんや。すごいね。店長当たらんかったら明日移動ねって。明日明日移動か。明日ね、受け入れ先あったんやけどな。
っと引っ越し大変なんで、ちょっと、ね、お前ですね、ちょっと準備期間欲しいですね。三田に小山ロールあるからぜひ食べて帰ってね。 あ、そうやわ、有名っすねこれ。しかもめっちゃ並ぶんちゃうかったっけこれ。って聞きましたよねえ、小山ロール。あ、買えないって聞いた友達に。ほんまや、でもこの時間はやってないもん。朝やとかやからやってやる。まとこさん、小山ロール食べたことあんの？あ、食べたことありますよ。美味しい？ あ、美味しいです。そう、実家、私の、そう、もともとの実家の近くにあるんですけど、行ったことはないです。行ったことないんや。あ、なんかお土産でもらうとか、そんな感じ。いや、なんかたまに、なんか買ってきてあるのを食べるぐらいです。あ、なるほどね。お昼過ぎとかに行くと意外に並んでないよ。あ、そうなんや。やっぱあれかな、じゃあ、出来たてん時か、夕方がやっぱ多いんかな。アウトレットモールの帰りとか行きはる方とかいそうっすもんね。そうですね、ちょっと方向は違いますけど、行く方もいらっしゃるかもしれない、ね、車持ってたらね。私のあの知り合いもイオンモール行って、イオンモールじゃ、そのあのショッピングモール行って小山ロール買って帰ってきたっていう方何人かおったけどね。どうなんやろ、あれ、ロール経験もね、なんか今いろいろなんちゃらロールっていうの多いから、何が一番いいんやろうね。道島ロールとか個人的にはすごい好きですけどね。お、バタコさん、これ先読み2回ぐらいあったんちゃう？当たる？魚群。あー、きついと思います。あー、わー、目も普通やもんね。結構ジャパンのチャンス目2回はそんなに強くないんかなっていう感じです。まあそうっすね、まあリーチ8点ぐらいかな。機種によっては2回でも結構強い時あるんですけど、激圧外しでフルボッコになって癒されたくて海打つのみ、おスイッチで魚群外して心が折れる。逆に癒されずにもそのまままた辛い思いした感じですね。そうやな、海は、ユーパチの海ね、アグネス系のやつは朝からでもよく売ってましたけどね。アグネスラムのシリーズ結構波が荒いんでね、16ラウンドとか15ラウンド引いたら割と出玉になるんから、あの頃はまだ丸1日粘ったりとかね、してましたけどね。海は1年に1回ぐらい打つのがちょうどいい。どうやろう、でもまあ、ユーパチもね、あの海のユーパチ割とコラボ多かったから、アイマリンとかボモテスとか、あれは売ってる人よく見かけますけどね。昔ボノボノのコラボのやつ あったー、売ってた。ボノボノが遊びに来たよ。そう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 、あのちょっと可愛らしいやつね。保留練習さんめっちゃ可愛かったやつね。ね、なんか海は縦に変動してましたよ。あ、そう、ちょっとスロットじゃないけど、なんかちょっとドラム機のようなスロットのようなね、液晶のやつありましたね。そうそう、その辺はよく売ってました私も。あの頃はあの裏モードが選べる大海のアマデジが好きでしたね。3かな、4かな、3か。ボタン長押しすると裏モードになるやつ。タッチ機能出たやつちゃいます？ちゃうかとか。なんかここにでっかい貝、亀か、亀かなんか、亀か貝、あ、貝、貝ちゃいます。貝あったやつです。あ、懐かしいね、あった裏モード。確かに亀のやつもあったけどね、亀役物のやつも、あの3匹動いたらチャンスのやつとか ね、 懐かしい。あれ新海かな、確か渦巻きのフラッシュやね。そうそう、デラックス海とかね、プレミアム海とか、懐かしいです。あれはめちゃめちゃ波荒かったっすからね、もう。ユーパチアノに600とかハマってて、もう、うわーってなったけど。でもまあ、ティアラとかがあったやつも面白かったかな。あ、ありましたね。そうそう、多分ボノボノの後がティアラやったのかな、確か。なんか、コラボ系多いなと思って、見てましたけどね。あの、銀パラの誤解権利のアマデジとかも良かった。あったね、懐かしい。それ以降はね、あんまりちょっとユーパチの海っていうか海シリーズちょっと私は打たなくなっちゃったけど、まあでもあとはあれよね、地域によってはその大海の方がこう人気あるお店もあるし、
沖縄の方がね、あの人気あるお店もあるんで、結構海シリーズによってね、こうシリーズでだいぶ人気の差があるみたいですね。あかんな辛いっすね、今日あからんな魚群すら来えへんっていう、一回も来ないですね。どっちか一回ぐらい聞いてもおかしないかなと思ったんですけどね。まあ、玉京でも一箱しかないから、もうそれ終わったらじゃあ。そうっすね。海系は、鹿の子台はカウンターの反対側の島でしたっけ？いえ、カウンター側です。ここのあの、今お借りしてる島はあれですね。カウンターのちょうど真ん中の横かな？何列目？カウンターの反対側のね、もう全部低下しなの。あ、そうですね。今、低下し1円とかあっちになってますね。はい、一応まあここメイン島かな、海のメイン島になってますけどね。そうですね、寝台の横の、列になりますね。お、店長だよ、ちょっとだけちょっとだけチャンス、まあ、多分もう一回来たら結構暑いはず。もう一回亀3匹。お、亀3匹や。亀3匹っていうことは揃うってことです。揃うってことめっちゃポジティブ。あ、でもワリン、ワリンちゃんタッチ。おお、店長あ、火や火。魚群炎目なんで、これめっちゃ熱いですね。これ外したらちょっともうやばい。あれ、亀じゃ、亀じゃないけど、うーわ普通に流れてそうですね。うーわ、ワリンちゃんリージ外したらちょっとしんどいな。おいって言われる。終われへん。おいおいおい。まあまあ、こういうこともあるっていう。いや、ある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 。あれ外したらちょっと、もうなんかし、あ、ちょっとね、バタコさんちょっと、赤系のあれ来てるけど。あれ？赤系の札が来てたよ。イノシカ、赤タンってなってました。あら。イノシカ、蝶まで行けばいいんか？じゃあ。あ、蝶来た。蝶来ましたね、これ。お？お、ちょっと待って、これ。来る？同じですよ、3、4のダメ点。頼むでー。あー、マリンじゃん。あわー、これもう罰ゲーム確定ですわいやー、満を持して魚群来たけど、一発告知のあのボタン押してたけどね、これ 止まる寸前のやつ。これは店長の台1000ぐらいまでハマるちゃう。あかんやつかな。あれ、ちょっと仕留めとかなあかんかったやつかもね。まあ、多分箱の玉もうすぐなくなるから、それ終わったら終わろう。じゃあ、アイマリンも流れちゃうし、もうすぐ。いや、明日来たいし、まあ、その分回してくれてると思って。ね、いや、最近の台よりも、やっぱ回さんとね、やっぱり当たり引けないしね、本当に。ほんまに蛍の光、閉店前の。でも最近あれっすね、パチンコ屋さんあんまり蛍の光ないっすよね、もうね。確かにね、なかなか聞かないっすね。お、バタコさん、ちょっとあれ何発展来る？イルカは何匹か。イルカは1匹です。1匹か。これでもイルカあるってこと、シャチあるってことっすよね、きっと。シャチはおったと思う。おったかな。シャチいたら結構熱いでしょうね。出そう出そう。いやー、どうやろう。シャチおったかな。確かにランクアップボーナス見たかったけどな。次の入れ替えはいつですか入れ替え終わったとこやけどね。入れ替えはゴールデンウィーク開けたら。そうですね。世間は10連休ですからね。そうですね。旅行とかなんですかね。でもあれですね、みんなその休み多くてもお金かかるもんね出かけるのにも。だから結構難しいですよね。もうだから前半に旅行して後半はまったりかとかね。もう旅行行かずに近場でこうね、あのお買い物とかしてご飯食べに行くぐらいにするのか。
結構分かれそうですけどね、うん、店長は休みやったらあれですか、平日の方がいいですか、休日の方がいいですか。一人やったらどうしよう。どっちでもいい。まあでも行くなら平日の方がいいですからね。まあ混んでないですもんね。まあ混む確率は少ないですよね。かのこ台は抽選ですか、並んだ順ですか。基本は並んだ順。基本はね。まあ変更があるときはね、またお知らせがあると思いますので、はい、Pワールドとか LINE とかチェックしてもらえたらと思いますね。LINE はちょっとお金がね、はい、かかるようになるんで、より大事なときだけ。なるほどね。そうそう、LINEのね、仕様が変わるみたいなんでね。無駄な情報はもう送らない。そういうことです。はい。確かにね、どんどんなんか令和になるにつれてこういろんなことが変わっていくから。なんか今襖が晴れた。赤やったね。なんか赤っていうか。おお。にどう？シングルラインどう？に。もうこれ忘れた終わり。引き弱か。チャンス、まだチャンス言うてんで。チャンスだよ。どういうこと？またなんかこの襖や。お前また今日もしかして。もう一度タッチ？なにこれ？なんで？なんこれ？なんなんこれ？これ何？録画？これもう一回発送。そっちかよ。さっきの秒分いらんやん。まだですかね。あ、こういうパターンない。いやーもうわからん。珍しいね。お詫びかよ完全に。いやこれ。いやもうマジでこっちが聞きたい。ほんまになんやこれや。まあまあとりあえず当たったね。そうですね。これあれか、過去編昇格はラウンド中あったんかな。なかったらもうこれで終わり。もう絶望やね。あったかな。なにこれ、ふすまチャンス。あるやん、これやね。お客様お時間です。じゃあね、閉店と。ほんまや、肌ポンポンやわ。あー、マリーちゃん。うーふ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 ー、お詫びを演出。復活ない。あー、どうなんでしょう。最終ラウンドとかね、なさそう。まああとはこの後時間80回あるんでね、まあ、そこで引き戻すかいなと。じゃあ振り分けがね、10ラウンド通常は 40%、10ラウンド過去編が 40%、ランクアップボーナス10ラウンドが 2%、 ランクアップボーナス5ラウンドが 6%、 ランクアップボーナス2ラウンドが 12%。割とランクアップボーナスは割と振り分けは薄いとこなんでね、大体は、まあ、10ラウンド過去変化通常になりますね。ここでとかないか、ツインとかないないか、まあ、一応設定付きなので、まあ、もちろん設定差もあるとは思うんですけど、まだちょっと設定差は調査中っていうところの解析のサイトが多いみたいなので、まぁ、あ、ちょっと22日以降ね、稼働開始したから明らかにまたなっていくんじゃないかなと思いますので、じゃあ80回、まあちょうどあれでしょ、バタコさんが80回終わるぐらいにちょうど店長もたまらなくなりそう。じゃあ魚群今日3分の1ですね、2人でですね。そんなもん、はい、そんなもんか。まあ、魚群一応出たら50杯以上ぐらいあるはずなんですけど、ね、2連続で出るってすごいけどね、なかなか。人生初です。ねえ、あんまないよね。明日から稼働です。そうそう、このメジャーパンツは22日から、まあ日付変わりまして今日からですけどね、もう稼働開始になります。なんか出たよ、ウリンだよって言ってますけど、なんもないんかい。ただのノーマルリーチ。あ
これでおりんちゃんがチャンスだよって言っただけで当たったんで、これのチャンスはほんまにチャンスとなんか、チャンスな店長チャンスだよって言ってなんかチャンスだよ、結構言うとったね、でリーチになってなかったっていう、あの今さっきコメントで垂れ込みいただきましたけどね。ガンツ2入ってますか。ガンツ2は、残念ながら今回の入れ替えはちょっとカノコダイは入ってないんですけども、ただ次回以降かなに、ご期待いただけたらと思いますね。最初22日は、コモンチャマの、6号機と、フジコのライトミドルと、この海ジャパンツが一応稼働開始の、はい、なってますんでね、詳しくは P ワールド、ツイッター、LINE 等チェックしていただけたらと思います。あのこの前どうなんですか、トミーがなんか来る予定とかあるんですか。今月はよないですね。まあ言うたと1週間ちょっとで4月終わりますもんね、はい、また5月になったらまあ現れるかも。そうエリア庁アカウントみたいな、あそうですね、 LINE とあのご案内してる Twitter と LINE、トミーもね巡回予定を、巡回って書いてるわ巡回するって来えへん時あるもんな私この間のなんかイカだけがそうやったみたいな、ちょっとあの時間が未定とか書いてあるから、ね、まあぜひトミー見かけたらね、多分またシール持ち歩いてると思いますんで、シールくださいっていう声かけてあげてください。皆さんあ、でもとりあえず今日一回当たったよ。ゴルフと被せる人。多分前回の時があれだったね。あの、ゴルフコンベの日やったからね。まあ、社内行事やから、しゃあないですね。それはほんまに。まあ、もしかしたらね、ゴールデンウィークのどっかとかで、あの、巡回あるかもしれへんしね。時短中なんもないな、バトコさん。なんもないですね。でも私は時短得意なんですけど。時短得意な。あ、そんな間でね、ちょっと演出が。これ、ふすまもあれかな、さっきちょっと豪華なふすまやったから、やっぱその辺も関係してそう。結構熱そうっすね。ねえ。たぶんチャンスだよ、関係あるんかわかんないんですけど、はい、金文字やったと思う。あ、ほんますか、僕の文字とは色違いました。色違かった。まあ確かに金は厚そうやね、確かに。ぜひあのランクアップボーナスね当ててもらいたいですけど。吉本新喜劇に安倍首相が出てたって本当ですか。らしいですね。そうですか。いつや土曜日だから金一昨日か。の新喜劇、私実は最初だけ見てたんですけど、途中からちょっとチャンネル変えてしまって全部見てないんですけど、ニュース見たらあのほんまに安倍総理出てたらしいですよ。普通に劇に一緒に出てるんですか。そう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 。なんかあれあれかな、池のメダカさんのなんか振りかなんかで安倍さん出てきたのとかなあれはびっくりするよね、そんなん出んねやと思ってちょっとびっくりしたけど、いや、見てるお客さんが一番びっくりするよね。らしいですよ。まあ、何のあれ、ゆかり縁なんかちょっと分かりませんけどね。まあ、盛り上がったみたいですけどね。まあ、ちょうど、平成から令和になる時も、ね、キコちゃんも一緒に令和になる、なって瞬間に放送あるんで。どこがやるんですか。あれは茨城サイトですね。柏木店長。そうそうそう、柏木店長。そうですね、元ヤホっすもんね。そうですそうです。ゆかりというか PR 来てたらしいですよ。へえ。でもそんな首相が出るんやね、そういうなんかこう劇というか。まあ関西のなんかバラエティとかも前出てたから全然いけんのかな、そういうのは。和田子さんちなみにあと何回。あと27回っす。得意って得意やからな。得意やからな。スルーする。得意やからな。27回な。ってか言うてる間にアイマリン始まってしまいそうやな。
これもう完全にあれよね、アイマリンちゃんというかマリンちゃんじゃなくなってしまったもんね。全然海の感じがしないんですけどね。前からねちょっとユーパチでアイマリンちゃん入りましたけど、でもこれ人気あるんでしょ、かなりキャラクターね。そうなんです、らしいですよ。あれかな、確かに中の人があれかな、確かなんか有名な歌歌ってる人がなんか有名な人やったかな、確か。枠えらいキラキラしてるな。キラキラしてますね。あれ、時短得意なのに。そうなんですよ。あの、古代はカウンターから見て左側がスロットコーナーでしたよね、ってことで。そうですね。カウンターから見たらそうですね。そうそうそう、正面から見たら左側がスロットコーナーですね。でもこれ地元の人かな、さっきね、さっきサンダーのお話とかもされてたんで。お待ちしてます。ね、ぜひよかったら、覗きに来てください。あと何回?10 回ぐらい。17回です。さあ、アイマリンタイムが終わるか、バタコさんが当てるか。まあでも、海のいい挙動って時短でも当たるもんね。継続率がない分、時短でも当たり、なんか当たり引けれる感じしますよね。続くときは。あ、歌始まってしまった。歌流してもいいですよ。聞きたい。キレッキレっすね。この間なんか魚群出たら当たりとかあるんすかね。スペシャル魚群タイムと一緒かな。お、3、ちょっとフォー、5くらいまであるじゃないですか。あ、そうなんや。3ででもスーパーリーチ買ってじゃあ3であれか、この発展ながら音量上げてもいいよって言われて、まあ言うても時短終わりますけどね。はい、あと7回で、あと7回当たるかな。時短得意なのもう終わるで。終わるで。もうあ、地元でも鹿の子台まで40分かかるってことで、どこら辺なんやろね。北区ってじゃあ相当広いんかな。じゃあ広いですね。広いんや。はい。まあこっち言うてどうなんすかね、三田寄りなんのかな、北区でも。もう完全にほぼ三田じゃないですか。こっち、あの鹿の子台がってことか。はい、終わってしまいました。終わった。うわ、得意やな。得意でしょ。得意でしょ。この残り保留であったら面白いけどね。いや、あるんですよ、私それ。トイレ行って戻ってきたら3で揃ってるみたいな。ちょっとこっち来て、揃ったら、お知らせするわ。多分聞こえでしょ、リーチとか言って。単発は当たりと認めますね。当たりと認めてください。まあ、あと、保留2個やから。頭でかいな。そうなんですよ、頭でかいんですよ。そうなんですよね。頭でかい。無理やな。はい。これあれよね、別に景色赤やからとか関係ないよね。おそらく。なんかチラチラ赤なってたけど、関係ないね。あ、先読みか。一応これラスト保留ですけど。当たる？どうでしょう。どうやろう。結構期待してるな。まあ当たらんと思う。はい、残念。終わった。これ、ホウスケ？トヨスケ？まんじゅうなんかあるんすか。 ありますあります。有名な、はい、これ何まんじゅう。豊助まんじゅうやったと思うんですけど。そう、有名なんすか。あ、有名ですよ。豊助まんじゅう買ってきてって言われた。美味しいです。美味しいんや。私大好きです。普通の和菓子、なんて言ったか、酒蒸しのまんじゅうみたいな雰囲気なんですけど、酒は入ってないんですけど。あれがサンダー、ここ。あ、そうです、北区の方です。あれどこやったかな。確かに旗町とかあっちの方やったような気がするんですけど。ここからちょっと遠いの。いや、すぐそこです。あ、そうなんや、はい、じゃあこっち側なんやね、やっぱり頭大きいな、やっぱり。もともとそれ浅くないんですか、帽子じゃなくて。どうなんですかね、これ。こんな感じですけど。結構、結構
これ子供用じゃなくて子供用にしてもだいぶちっちゃいですね。じゃあ今度からそれをかぶるということでいいですかね。かしこまりました、はい、単発は当たりと認めませんって言われてますけどどうしますか。認めてください。認めてほしい。はい、お願いします。お願いします軽まあでもまあまあ一応でも今日ちょっとね当たるまでちょっと延長してもらったんでね、ちょっとこれで炎上なしであれやったらまあ罰ゲームかなっていうのもあったんですけど、まあちょっと今日はちょっと免除してあげてください。あの魚群も2回連続で出すという珍事も起きた。珍事自分のフォローすごい、はい、売ってもらって出してください、はい、そうですね。あとはもう回すだけになってますんで、まあ、一応、稼働開始、本日22日ということなんでね。じゃあこれバタコさんまた最後じゃ教えてください。はい、と4月22日からですね、本日から海スーパー海物語 in Japan 2と、はい、フジコのルパンジエンドのライトミドルバージョンと、はい、コモンジャマの6号機メガ盛りバージョンですね、はい、稼働開始になりますので、はい、ぜひご来店くださいませ。はい、ぜひピワールド等もチェックしていただけたらと思います。はい、 LINE のご登録もよろしくお願いします。そうですね、まあ、ピワールドにあの LINE の情報等も書いてますんでね、うん、ぜひあのもうクリックしたらお友達の QR コード等も出ますんでね、ぜひあのカノコ大店の LINE 追加していただけたらなと思いますのでよろしくお願いします。します。はい、ということで、でも罰ゲームはね、ちょっと、うん、今日はいいよね。しましょうか。いいよね、今日は。ありがとうございます。今日はいいよね。よろしくお願いします。いる？バタコさん、やる？いや、大丈夫です。大丈夫ですってないね。まあじゃあ次回ね、あの、はい、まあちょっと今日は延長していただいたので、次回ちょっと かっちり時間でやるときにね、ダメやったらちょっと罰ゲームということで。社員の子出えへん、出たことない。井上さんが出てたんですかね。ああそうそうそうかな、うん、はい、多分井上さんだよね。もっちゃんもっちゃんもっちゃん、すごい背の高い子。あ、男の子か、はい、あ、1回だけ出てた、新卒の時に、それぐらいかな、多分。あ、次回上乗せでということで、そうですね、次回普通の台の時は、ね、何人かで、そうですね、やりたいと思います。もしかしたらチョコレートでご飯食べてるかもしれないしね。ちょっとすごい興味湧いたんですけど本当、はい、結構しんどそうやったけどな。まあ一回ちょっとね、でも美味しいお菓子もあるで、はい、そうそう、かば焼きとかご褒美やから、はい、ぜひまあそういうのもだからいろいろやっていきたいなと思いますのでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、このチャンネルは明日は一応かですね、一応か店からの放送になりますので、明日も多分寝台じゃないかなと思いますので、ぜひ寝台見たい人はね、一応か店の放送もよろしくお願いします。一応かってあれじゃないですか、花ちゃん、そうそう、はいはい、花ちゃんがいてる。前は花ちゃん出てたけどね、結婚したばっかりのね、はい、新婚さんですけど、またここもヤホーつながりということで、また明日もじゃあコメントいただけたらと思います。じゃあこんな感じで今日は終わりたいと思いますんで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ終わりますね。じゃあお疲れ様でした。さよなら、おやすみなさい。あそこは帽子とんねや、ちゃんと。